はい、どうもこんにちは、渡辺です。今日はですね、LG から新型のノート PC が登場となりました。今回レビューをしていくのが、まずこちらになります。こちらはですね、LG のグラムシリーズの新型ということになります。まあ、グラムシリーズですね、ここ最近ね、何年かレビューをしていますけども、まあ、今回のグラムシリーズもかなり面白い進化を遂げております。ちなみに今回レビューをしていくのはですね、この LG グラムシリーズの2つの製品になります。まず1つがこちらの LG グラム。で、もう1つ、レビューをしていくのがこちらでございます。一体これ何色なんだろうっていう風にね感じるかもしれないんですけども、こちらもですね LG グラムシリーズの新しいモデルの LG グラムスタイルっていうですねモデルになっております。今回この2つの製品をですね、じっくりレビューしていきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、ということでまずこちらですね、2台ですね横並びにしてみましたけども、まあ、簡単にですねスペックというかですねどういった違いがあるのかだけサクッと紹介します。まずこちらですね、黒い色をしている方が、こちらが LG グラムと、まあ、これまでのシリーズの新型ですね。で、今回ですね新しいシリーズとして新登場しているのがこちらの LG グラムスタイルという製品になります。で、この2つはもちろんですね LG グラムらしいですねポイントは抑えつつも、まあ、結構使用用途とかも異なってくるような、まあ、特徴もね、ありますので、チェックしています。スタイリッシュでクリエイター向けの PC なのがこちらの LG グラムで、この LG グラムよりもさらにこの華やかなデザインで、カジュアルに使っていきたいっていう方向けの、こちら LG グラムスタイルということになります。デザインが結構先進的なものになっています。はい、ではですねまずね、こちらの、LG グラムの方からですね、チェックしていきましょう。はい、ということでまずこちらがですねこの LG グラムのディスプレイになってます。めちゃめちゃ大画面になっています。まずこちらのですねディスプレイがですね17インチとなってますので、まあ持ち運びができるノート PC として考えた時にはもう最大級のこのディスプレイサイズになっていますよということです。で、こちら IPS の液晶パネルとなっていまして、アンチグレアになってますので、この反射とかですね、映り込みとか、そういったところも少ない、ディスプレイになっています。で、こちら DCI-P3 が 99% となっていまして、重量がですね、こちら約 1450g となります。17インチですよ。このサイズ感を考えたときに、この軽さっていうのはかなり驚異的なものになってます。結構もうこれだけのサイズ感のですね PC ってなってくると2キロを超えてくるのはもう当然っていうぐらいのサイズ感なんですけども、 1450g です。まあ、結構ですねこのノート PC の話とかもよくしてるんですけども、やっぱりこのね2キロを超えてくるか来ないかっていうところで、2キロを超えてくると持ち運びするときに結構しんどくなるんですよ。まあ、カバンとかにですね詰めて持っていくときに結構しんどくなってくるっていうところがあります。まあ、長距離移動するときも疲れやすいですよね。まあ、そういったときにもこの軽さであれば、まあ、カバンに入れてですね持って歩いたりとかをしてもですね、まあ、疲れにくいぐらいのサイズ感になっているので、まあ、この大画面を気軽に持ち運べるっていうところがやっぱりねこの LG グラムシリーズの魅力の一つかなと思います。ちなみにこちらですねディスプレイはアンチグレアで反射もしにくいですし、解像度に関しては2560×1600 っていう解像度になってますので、まあしっかりと高い解像度になってますので作業領域とかも確保することができます。ではちょっとデザインとかキーボード周りですね見ていきましょう。はい、ということでこちらですねディスプレイのサイズも非常に大きいですが、やっぱりですねその分このキーボードのサイズ感とかもですねしっかりと余裕を持って確保されています。まあもちろんフルキーボード搭載されていて、でさらに横にですね点キーがついていますので、まあ、数字を打ち込んだりとか、するときに非常にこれ使いやすいっていうところもポイントです。で、ちょっとタイピングとかをしていきますけども、キーのタッチ感とかも非常に良好で、このタイピングしてるときのこの打ち心地とかですね、このキーのタッチ感がですね、すごい気持ちいいものになってます。このパスパスと押していく感じが、まあ、しっかり安定感があってですね、打ちやすいですよね。で、あとはこちらですね、まあ、非常に大きいこれトラックパッドがついていますので、まあ、こちらを使ってですね、まあ、操作をしていくことができます。マウスなしでね、操作をしてもですね、そんなに不快感なくですね、使っていくことができる、まあ、大型のトラックパッドがついていますよと。はい、ではね、サイドの端子の方を見ていきましょう。こちらはですね、左側になっていますということで、まず一番ね、この奥にありますのが、この HDMI 端子ですね。で、そしてこの USB Type-C の端子が2つついてます。こちらはサンダーボルト4のですね、端子になっていて、
USB4 の Gen 3が2個ついてると。で、こちらにヘッドホン端子が1つありますよというところです。で、反対見ていきましょう。はい、こちらがですね、反対側ですね、右側になるんですけども、USB Type A の端子が2つついてます。2つとも USB 3.2 の Gen 2となってます。まあ、高速転送ができる端子になっていますよということですね。で、嬉しいのはですね、こちらマイクロ SD カードスロットが1つついてます。これ LG グラムシリーズですね、まあ、ちゃんとカードスロットも付けてくれてますので、まあ、アクションカメラのデータを転送するとかですね、そういった時に使うことができます。薄型軽量な本体になるんですけども、めちゃめちゃこれ頑丈です。こちらですね、ミルスペックの頑丈さを備えている PC となります。これ何かっていうと、アメリカのですね、国防総省が定めている7つの項目をですね、クリアしている、まあ、頑丈さを備えてますよということになります。なので、まあ、簡単に言うとですね、耐久性が高いノート PC になってますよということです。なので、その点も踏まえてですね、このアクティブにこのノートパソコンをですね、いろんなところにこの持ち運んで仕事をしたりとか、そういった形で使っていくのに非常に適している PC ということですね。で、今回こちらのスペックがですね、第13世代のインテル Core i7-1360P っていうですね、CPU が搭載されてます。で、そこに加えて、最新のグラフィックボードですね、NVIDIA RTX3050 が搭載されているので、今回のこの LG グラムですね、外部 GPU ついてます。なので結構処理性能とか、そういったところも期待ができる PC ということですね。そして搭載メモリーが 16GB、そしてストレージの容量が 1TB ということになります。ということで、こちらのモデルはですね、この RTX3050 が入ってますので、動画編集するときのスピードとかですね、それからゲームをしたりとか、まあそういったちょっと負荷をかけた作業とか、するときにも、十分耐えうるですね、スペックが入っているよということになります。で、さらにですね、こちら冷却性能も非常に高くなっています。まあ、これによってですね、まあ、長時間安定して高いパフォーマンスを維持して使うことができるということですね。さっき動画編集実際やってみたんですけども、本体のこの背面ですね、こちらほんのり暖かくはなるんですが、それ以外の部分触ってもですね、全然暑さを感じないぐらいにしっかりと押さえてます。で、しかもファンもしっかりと回っていくので激熱になることはないっていうね、そういうイメージですね。では実際に動画編集をこちらで試してみた結果をですね、見ていきましょう。はい、ということで今回もですね、4K の 60fps の、まあ超負荷のかかる動画の素材をカットしていって、最後書き出しをするっていうテストをやってみました。で、今回ですね、倍速編集試してみて、最後まで止まることもなかったですし、シーケンスのバーをですね、動かしていって、こうスキップしながらですね、カットをしていくときなんかも、まあ、途切れたりとか、カクつくことがなかったので、まあ、非常にスムーズにですね、カット編集、していくことができます。で、動画の書き出しに関してはですね、そこまでめちゃくちゃ早いっていうイメージではなかったんですが、一応10分の動画素材ですね、こちらを書き出した時にかかった時間が約15分35秒という結果でした。10分の動画の書き出しに15分かかったっていうぐらいですね。その他ベンチマークの結果としてはこんな感じですね。はい、ではですね、日常使いのパートですね、ちょっとチェックしていきましょう。はい、こんな感じでロックを解除していきまして、まずちょっとブラウジングとかをする時のね、速度とかを見ていきます。LG グラム検索をして、はい、開いていきます。で、ちょっと、ブラウザを拡大していって、まあ、スクロールしていきますよと。で、この動きに関しても非常に滑らかです。このスクロールしていくときの動きですね。まあ、滑らかに動いてくれますし、LG の公式ページをちょっと開いてみて、パッとこんな感じでね、見ていくことができますよと。まあ、やっぱりね、このブラウジングしてるときも、この17インチっていうのは非常にこのね、サイズが大きいので、大画面で余裕を持ってですね、まあ、情報量多く表示することができます。次のページとかにこう遷移していくときの動きとかも非常にこう滑らかになっていますので、まあ、非常に使いやすいんじゃないかなと思います。はい、ちなみにちょっと写真のね、加工とかもね、試してみましょう。ライトルームを使っていきます。ではこれね、結構ファイルサイズが大きいですね、写真なんですけども、この露出ですね、露光量変えたりとか、コントラストをちょっと調整したりとか、まあ動きをね、こう見ていってもですね、まあ非常にこれリアルタイムでね、サクサクと反映されていくのがわかります。はい。まあ色味のちょっとした編集っていうところですね。はい。まあリアルタイムで変わってきますよね。はい。で、今ね、ちょっと加工した写真のデータですね。どのぐらいで書き出しができるのかっていうところで、はい。見ていきましょう。はい。あっという間にね、今書き出し中になりまして、あ、行きましたね。もう数秒ぐらいで、もう書き出しが完了しております。こんな感じでね、表示できてます。で、これめっちゃ解像度高い写真なので、表示するだけでも結構パワーが必要なんですけども、まあ、サクサクね、こんな感じで動かしていくことができます。
はい。ちなみにこちらですね、ゲームとかもちょっと試してみて、一応動きもチェックしてみたんですけども、こんな感じで動きます。はい。先ほどのですね、スクロールしてる時からね、なんとなくね、伝わってるかもしれないんですけども、リフレッシュレートが高いです。こちらですね、31Hz から 144Hz のリフレッシュレートに対応していますので、めちゃくちゃ滑らかに動きます。高リフレッシュレートに対応しているディスプレイになってますよということですね。こちらがですね、VRR 可変リフレッシュレートをサポートしているということで、滑らかにね、動いてくれますので、このライトなゲームプレイとかに、すごく適しているということです。その他こちらのスピーカー性能なんですけども、一応ね、ちょっと聞いてみたところ、こんな感じになります。はい、ということでこちらがですね、スピーカーに関しては、3W×3W の、2チャンネルのステレオスピーカーになっています。さらにこのスマートアンプ 5W もついていて、このドルビーアトモスにも対応してますので、動画を見たりとかゲームをするときにこの内蔵スピーカーを使って楽しむことも十分できるという品質になっています。その他バッテリー持ちに関してはですね、もうこれずっとこれバッテリーで駆動している状態なんですけども、バッテリーの容量は 90Wh 入ってます。こちらによって最大 23.5 時間のバッテリー持ちを実現していますので、1日ですね、持ち運んで、外出先で仕事をするっていう時なんかは、カフェとかで作業するとしても、電源が確保できない場所でも、十分ですね、長時間の作業が可能になるよという、そういったバッテリーが入ってます。バッテリーに関してはですね、使い方次第になってきます。動画編集したりとか、ゲームしたりとか、ファンが結構回るような、負荷をかけると、もちろんバッテリー持ちはね、減っていきますが、日常使いであれば十分なんじゃないかなと思います。その他ですね、この AC アダプターも非常にこれ小型化されていまして、なんとこちらのサイズ感になってます。超小さい。これ 65W の出力が可能な、USB Type-C のね、アダプターになってますので、こちらを使って、充電していくことができます。もちろん USB Type-C の PD 充電に対応しているので、これを必ずしも使わなくても、普段から使っている、充電器とかにですね、接続して USB の Type-C 経由で PD 充電することもできます。その他ですね、以前ね、紹介したことがある、LG ならではのこのセキュリティ性能の高さっていうところですね。こちらに関しても引き続き、搭載されています。具体的にはこのミラメトリックスっていう機能ですね。自分がこのパソコンを見ていて、後ろから人にこう覗かれた時にですね、画面を見えなくしたりする機能だったりとか、こう作業をしていて、自分がこの席を離れた時にすぐに画面ロックを自動的にかけてくれる機能だったりとか、そういった機能も充実してます。もちろん顔認証も入ってますし、盗難防止サービスのこの LG セキュリティガードにも対応してます。そういったところも合わせて、セキュリティ性が非常に高いですよっていうところですね。内蔵カメラ、こちらに関してはフル HD に対応してます。ちょっとカメラ撮ってみましょうか。ビデオはね、1080p 来てますね。なので、ちょっと録画しますけども。はい。今こんな感じですね。LG グラムのカメラを使って撮影してますけども、こういったね、撮影も可能になります。カメラが使えますと。1080p で撮れます。で、こちらも内蔵マイクになってますので、例えばこの、ズームとかですね、テレビ会議するときに、こちらの内蔵カメラとこちらの内蔵マイクを使って会議するっていうことも可能になってきます。こんな感じになってます。その他の特徴としましてですね、こちらは、インテルユニゾンっていう機能、それから LG シンクオンモバイルっていうやつです。モバイルとの連携機能に関しても強化されていますよということです。はい、ざっとね、駆け足で、説明してきましたけども、こちらがですね、LGグラムになります。めっちゃ画面でかいですよね。こちらになります。はい、ではですね、ちょっと次紹介していくのが、これめちゃくちゃですね、すごいんですよ。このデザイン、この角度を変えるだけで結構色味とかもね、変わって見えると思います。こちらはですね、 LG グラムスタイルとなります。はい、じゃーんとやってきまして、今回新シリーズとなって、登場しました LG グラムスタイルですね。ちょっとディスプレイの方見ていきましょう。はい、ということで、ちょっとディスプレイのですね、色味とかも、若干違うと思います。
で、こちらはですね、先ほどの LG グラムとは違って、こちら OLED となってます。有機 EL ディスプレイですね。で、こちらはですね、16インチのサイズ感となってますので、先ほどの LG グラムよりも1インチコンパクトな、ディスプレイとなってます。とは言っても、16インチってですね、普通にノート PC で考えると結構大きいサイズになってますので、まあ、十分な作業領域が、確保されています。で、有機 EL なので、黒の発色とかですね、そういったところは、正直こちらの方が綺麗かなっていう風に感じます。さらにですね、解像度に関しては、こちら 3200×2000 ということで、こっちの方が解像度も高いということです。WQHD プラスっていう解像度ですね。で、アスペクト比率が16対10となっています。なので、ディスプレイについて比較しますと、より高解像度かつ、この有機 EL なので、この高精細かつ色彩表現も豊かになっているよというところがポイントです。で、こちら DCI-P3 がですね、100% の色再現性に対応しているということです。LG グラムで検索をしていきまして、ちょっと公式ページの方で見ていきます。はい。まあ、サクサク動きますよっていうところで、まあ、基本性能とかね、処理性能っていうところも非常にこれ高いものになっているよというところです。はい。やっぱりこの黒の表現力がこの LG グラムスタイルですね、有機 EL なので圧倒的です。すごく引き締まった発色が可能になっているので、あのコンテンツを見てるときに、やっぱりね、すっごい綺麗なね、ディスプレイで見てるなっていう感覚になります。で、LG といったらですね、テレビの業界でも、この有機 EL のね、テレビ、ね、非常に人気ですし、まあ、そのすごい高い技術力がですね、テレビに活かされてますけども、その技術が、ノート PC のディスプレイの方にも、しっかりとですね、踏襲されてるなっていうね、印象です。ちなみにこの有機 EL のディスプレイに関してはですね、目にも優しいということで、この長時間作業するときにも、向いている、ディスプレイと。いうことです。で、さらにですね、こちらアンチグレアで、映り込みも少ないよということですね。で、この動きをちょっと見ていってですね、伝わると思います。こちらもですね、リフレッシュレートが高いです。有機 EL かつ、こちらはですね、120Hz のリフレッシュレートになっていますので、まあ、非常に滑らかにこう動かしながら使っていくことができるよということですね。こんな感じになってます。ではですね、デザイン、キーボード周り見ていきましょう。いや、これがですね、めちゃくちゃ特徴的だと思うんですよ。まずですね、キーボードに関しては、先ほどよりもですね、キュッとね、コンパクトになってるんですけども、まあ、しっかりと十分なサイズ感のある、この点キーもね、備わっていますので、まあ、そこもポイントです。数字打ち込みやすいですよっていうところ。で、タイピング感とか、その辺の良さっていうところは、共通しています。うん。気持ちよくですね、タイピングできる感覚に関しては、共通しているかなっていうところです。で、あとですね、こちらのね、ここなんですけども、あれがね、見えないですよね。トラックパッドが見えないということなんですけども、これ実はですね、そういうデザインになってます。トラックパッドがもう一体化していて見えなくなってます。で使うときは、ちょっと、ね、タッチしていくと、うっすら光ってるのが見えるんじゃないかなと思います。まあ、これで領域がね、確保できるんですけども、この線が現れて、その内側がですね、このトラックパッドの領域になってますので、ここをタッチしながら操作をしていくっていう流れになっています。ここはですね、もう完全フラットになってますので、もうデザイン的にはですね、スタイリッシュの極みみたいなね、感じかと思います。はい、本体の左側には、USB Type-C が2つ付いてます。Thunderbolt 4の端子が2つ付いてます。で、さらにこちらはヘッドホン端子が1つ付いてます。はい、で、反対側見ていきますと、こちらにですね、USB Type-A の端子が1つですね。で、さらにこちらもカードスロット、MicroSD カードの、対応スロットが、1つ付いてます。端子類に関しては、まあ、必要十分なものが入っていますが、HDMI 端子がなかったりとかね、USB Type-A が1つ少なかったりとか、先ほど紹介した LG グラムの方が端子類はちょっと多くなってます。はい。で、基本的にこの LG グラムスタイルもですね、この LG グラムシリーズの、まあ、基本コンセプトですね、まあ、軽量、大画面、高性能、長時間使える、そして堅牢性が高い、そしてセキュリティ性が高いっていうところは、全て踏襲されてます。で、重量に関してはですね、こちら16インチなんですけども、なんと、こちらですね、1250g となります。はい。LG グラム17インチのモデルよりもさらに軽くなっています。めちゃくちゃ軽いです。持ち運びとかをするときに持っていきたくなるような、まあ、サイズ感なんじゃないかなと思います。その他スペック面ですね、紹介していきます。こちらは CPU がですね、第13世代の、インテルコア i7 ですね、1360p ですね。そしてこちらですね、インテル Iris Xe グラフィックスが搭載されています。こちらに関しては外部 GPU は搭載できないモデルということになります。搭載メモリーは 16GB、で、ストレージが 1TB となります。
で、その他ね、ベンチマークを測ってみた結果、こんな感じになるんですけども、まあ、やっぱりね、LG グラムの方はですね、外部 GPU の方が搭載できますので、そちらよりは若干劣るかなっていうところではありますね。ゲームとかをするっていう風になると、やっぱりね、ライトなゲームならいけるけども、グラフィック性能が結構必要なゲームはちょっと厳しいかなっていう印象です。基本性能がしっかりと十分高いものになってますので、まあ、ブラウジングをするとか、テキストワークをするっていうところはもちろんですね、写真の加工をするだったりとか、動画編集をするっていう時に使っていてもですね、十分使えるものになってます。一応 4K のですね、60fps の動画素材でカット編集と書き出しをやってみたんですけども、ですね、カット編集しているときは、まあ、LG グラムの方が若干ね、滑らかかなっていうふうに思いました。やっぱり外部 GPU がついてる方がちょっと強力かなっていうところではあるんですが、とはいえですね、一応カット編集でもそんなにカクつくこともなくですね、まあ普通に編集はできました。で、書き出しをするときの時間なんですけども、一応こんな感じになってまして、10分の動画の素材を書き出しをしてですね、かかった時間が15分37秒ですね。ほぼほぼ変わらんっていうね、結果でした。はい。なので動画編集で使っていてもですね、まあ軽めの動画とかだったらですね、十分耐えれるぐらいの性能が入ってます。で、一応ですね、こちらのリフレッシュレートが 120Hz と高いというところと、まあ、有機 EL でディスプレイがめっちゃ綺麗っていうところと、その辺も組み合わさってますので、ゲームには結構向いてはいるんですよ。処理性能がめちゃくちゃ必要なゲームはちょっと厳しいけども、まあ、ライトなゲームであれば非常にね、高画質でプレイできるんじゃないかなと思います。スピーカー性能はこんな感じです。こちらは2チャンネルですね、3W×3W のスマートアップ 5W ですね。こちらのスピーカー性能になってます。スピーカーに関しては LG グラムと共通になっています。その他ですね、基本的には共通しているんですが、AC アダプターは非常に小さいですよというところと、PD 充電にも対応しています。ミラメトリックスにも対応してますので、セキュリティ性も非常に高いという。内蔵カメラはこちらも FHD 対応してますので、LG グラム共通で、リモートワークとかね、テレビ会議でしっかりと使うことができます。はい、ということで以上になるんですけども、皆さんどっちが好みだったでしょうか？ちょっと並べてみましょうか。まあ、自分はですね、どっちが好きかっていうと、個人的には LG グラムかな、こっちのブラックのね、モデルかなっていうところです。まあ、理由はですね、17インチっていうさらなる大画面っていうところと、外部 GPU が入ってます。RTX3050 が入ってるっていうところで、処理性能とかスペックはさらに高いんですけども、すごい軽いというところですね。LG グラムらしいですね、この盤石なこの性能と、このスタイリッシュな外観っていうところもね、すごい好みでした。で、逆にですね、この LG グラムスタイルの方ですね、こっちに関しては、ちょっと未来感があるっていうところと、この華やかな外観ですよね。こちらもね、ポイントになっているので、結構ですね、この明るい見た目にもなっているので、女性の方にも、この好まれそうなね、デザインなんじゃないかなと思いました。ちなみにどちらのモデルもですね、LG プラスビューモニターを使って画面拡張することができます。まあ、両方ともこの同じですね、LG のこのグラムシリーズっていうところは共通してますので、同じポイントも結構たくさんあるんですけども、まあその中でも差別化された2つの製品なんじゃないかなと思います。ということで LG グラムがおすすめの人はですね、シンプルでスタイリッシュなデザインが好きな人、それから動画編集とか、まあ、3D のゲームとかですね、パフォーマンスもちょっとね、求めていきたいっていう方はこっちがおすすめかなと思います。で、LG グラムスタイルがおすすめの人は、こちら未来感のあるデザインが好きだっていう方、それから写真編集とかイラスト制作とか、あとはエンタメを楽しむとかですね、それからこの有機 EL のこの画面の綺麗さっていうところも求めていきたいという方に関しては、こちらの LG グラムスタイルがねいいんじゃないかなと思います。感想ありましたらぜひコメントください。ということで、今日こんな感じで以上になります。この動画良かったら高評価、チャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。